なんだ？確認しておきたい。お前は人類の味方か？ああ？祭壇に立ち、十字を切ってこんなことを聞く奴はいない。だから俺が聞いてるんだ。何の話だ？お前は何度も世界を救ってきた。そのくせ人間に肩入れする素振りを見せずに、一つところに落ち着かない。そうしてお前は軍神だとか言われちゃいるが、それは違う。間違ってる。みんなお前に依存してるだけだ。正面から頭も下げずにな。俺もその一人だった。だがもう、傍観したまま祈るだけの人間にはならん。この際お前の目的が何だろうが知ったことか。届く声なら届けるまでだ。世界を救え。どこの世界に十字切って命令系を使う奴がいる？まあだが、どのみち俺はたとえ一人でもジャスティスを封印する。それでいいだろ。お前の目的は聞いていない。お前の意思を聞いている。めんどくせえ。何？どうして首を縦に振るだけのことができんのだ。どうして察して済むことをさせたがる。それで答えにしといてやる。だがな、このままでは本当に神みたいな扱いになるぞ。それが何だ。人は神様の心配などしないものだ。ジャック王に関する報告書を見た。これを書いたのがラムレザルだけだったということはまあさておきだ。そこから紐付けた情報で図らずもお前の過去を想像した。いや、想像しきれないことを知ったと言うべきか。お前は決して神じゃない。だから俺は命令するんだ。世界を救え。代わりにお前を助けさせろ。それでこれまでの借りをチャラにする。次にお前はこう言え。都合が良すぎる。そこから始められないか。歌詞を作ったつもりはねえ。世界の命運に興味がないってのもあながち嘘じゃねえ。だがエルフェルトだけは必ず返してもらう。ジャック王や俺のような大昔の化石が食い物にしていいもんじゃねえからだ。それが俺の意志だ。やった！やっぱり首都の設備はすごいや。これでザッパスケールのシミュレートができる。ザッパスケール？ああ、すみません。これは僕の推論だけで作られた霊障観測モデルです。霊障が起きる環境には決まった条件があります。それを規模ごとに区分けしたものをここの設備で視覚化してみました。続けてくれ。見てください。これまでのフレアは発言の場所が分かりませんでしたが、このザッパスケールに照らし合わせると、ほら、霊障環境とフレアの因果関係が一目瞭然です。なるほど。観測された地震はそれぞれこことここ、それにここ、すべて条件は酷似してます。これらの場所にジャパニーズがいたはずです。うん、それだけじゃありません。事前に地震が起こる場所と規模を特定できるようになります。情報体フリアの天気予報のようなものか。そうです。あー、もうこんなものが見られるなんて夢のようだな。5年前にこれがあれば僕があんな怖い思いをすることはなかったのに。5年前に何があったか知らんが、とりあえず話を進めないか。はい。
じゃあ次はリアルタイムでの描画です。やはり考えているだけでは埒が明かんな。たとえ間に合わなかったとしても全て調律していくしかあるまい。はーい、出前お待たせしてある。おお、来たか。ご苦労だった。あれ、まさか。やっぱりそうね。どこかで見た思ったらお前調律師ね。お前って。いや、有名人あちゃだよ。すごいね。やったね。サイン欲しいやろ。サインなぞもらってどうする。売るね。売るの。で、ここで何してるか。うぬには関係のないことだ。どうしてか。何か手伝えることあるかもしれないよ。金で。もうじゃか。高級取りの調律師に言われたくないね。これほどのお仕事、正規の値段であれば払えるものなどおらん。それに正直なところ、今回ばかりは分が悪い。金など取れるものか。コロニーの人間、全部直すのは難しいか？何？まさか、ウヌにもわかるのか？ざっくりね。ここの人たち、みんな見たことない気の流れよ。よくない流れ。驚いたな。気を使うものも珍しいが、読むこともできるとは。ならばわかるだろう。それがしの力は物事の本来の力を引き出す、あるいは引き下げるもの。彼らに異常が現れれば調律の力で症状を和らげるつもりだった。しかし同時に対処できるのはせいぜい3人といったところだ。あいや、じゃあみんないっぺんに病気になったら治すの無理ね。そこだ。今はまだ何が起こるかわからんが、万が一の時は役に立てん。じゃあやめるね。そうはいかん。10人すべての未来がかかっているのだ。たとえ無理だとしても全力でこれに当たる義務がある。だって無理なものは無理ね。無駄なことするのはバカのすることよ。話が合わんようだな。何事にも全力を出せない者に信頼は置けぬ。立ち去るがいい。でも食べるのね。食べ物を粗末にすることは最も義に反する行いだ。見たところウヌも相当な気の使い手。しかし何事にも全力で挑まぬ者は所詮二流止まりよ。そう、このチャーハンの味と同じようにな。え、嘘。やだ、何これ。おいしい。ご飯食べるより大事なこと他にないね。おいしい料理食べる、みんな幸せ。私はこれがやれることよ。これでみんな笑えば世界は平和になるわる。なるほど。いや、そうか。自分にやれること。もう少しで結果が出ます。なんか焦っちゃいますね。たった数分待てばいいだけの話なのに。落ち着きたまえ。我々のような立場の者が慌てた姿を見せてはいかん。はい、分かってはいるんですけど、人類の運命がかかっていると思うと。分からんでもないがね、私もギアメーカーがいればこんな面倒はないのにと思うからな。ギアメーカーですか？そうだ。彼はこのような事件が起きた背景を知っているようだ。それに
あらゆる法力とその応用に長けている。ここにいれば心強いのだが、今は居所が知れん。ギアメーカーってギアを作って聖戦を起こしたっていうあの極悪人ですよね。公にはな。だが我々は何度か彼に助けられている。個人的な感想を言えば、歴史で語られているような悪人ではない。おそらく誰も知らない真実があるのだろう。え、なんかイメージ湧かないな。まあ私もそれほど詳しいわけではないが。あ、出たみたいです。どう見ればいい？この雲のような部分が霊障環境です。赤が濃くなるほど危険性が高くなると考えてください。今回のケースではこの色のクラスで地震が起きました。それほど危険ではありませんが、通常滅多にない環境です。これはまた随分と広範囲だな。ええ、こうして目で確認するのは僕も初めてですが、確かにこれは異常ですね。ひときわ濃い点があるな。これは大丈夫なのか？本当だ。でも、あれ？おかしいな。この場所は地震のあったところですよ。もうとっくに収まっていてもいいはずなのに。もしフレアが放出され続けていたらどうなる？え、多分霊障環境が広がっていきます。より危険になって。膨張してる。一週間先の結果はわかるか？10分もあれば。そうか。ではまずコーヒーだ。このような時こそ落ち着かんとな。レオ殿。なんだ、ドクター、そんなに慌ててどうした？コロニーの住民を外出させてはいかん。落ち着いて説明してくれ。情報体フレアが拡大しているのだ。何？拡大だと？フレアはすぐに収まると言っていたろ。理由がわからん。しかしこのままだといずれ世界中が覆い尽くされる。残された時間がそれだ。52日？2ヶ月もないじゃないか。違う。52時間だ。フレアが世界を覆えば、もはやコルニー住人を避難させる意味がない。52時間以内に決着をつける必要がある。でかいぞ。何か始まったのか？いや、これはすぐに収まる。ドクター、何をすればいい？レオ殿はすぐに調律師と連絡を取ってくれ。調律師？ヘヒョンに？いいか。結論として最も重要な点は一つ。もしコロニー住人が全て反物質化すれば、その爆発エネルギーはセントエルモに匹敵する。まさか。そうだ、おそらく慈悲なき刑事はこのエネルギーを使いジャスティスとエルドノを融合させるつもりだ。だったら住人を一箇所に集めておくのは危険ではないか？いや、敵がどのような手段でエネルギーを吸収するかわからん。ならば逆に住人を一箇所に集め、症状を少しでも抑えて時間稼ぎをした方が得策だ。すぐに対策を講じよう。聖戦。かつて人類は生体兵器ギアとの戦争で絶滅の危機に瀕した。辛酸をなめた末にかろうじて掴んだ勝利。その暗い歴史から立ち直るため、時の流れとともに人々は努めてその記憶を拭い去っていった。今となっては
なぜギアが生まれたのか、なぜ人類を襲ったのか、その真実を知る者は一人しかいない。ギアを作った者以外に。ベッドマンとの戦いの果て、行動を封じられていた彼は世の中の異変に気づいていた。バックヤード上の崩壊に揺らぎが生じている。絶対確定世界開闢までの時間が迫ってきているのか。しかしまずいな、この牢は想像以上に手強い。ギアメーカー苦戦しているな。やはり一人では先日のようなブラックホール作戦も使えんか。クロノス、絶対防壁フェリオン、数世紀かけて完成された技術は伊達じゃないだろう。ああ、大した難問だ。ベッドマンという少年がこの法力を使えたこともね。見よう見まねではないだろうな。それにたとえバックヤード内であったとしても、この魔法の不正使用は不可能だ。ということは。ああ、これで敵の正体がはっきりした。ありがとう。苦労したかい、ここを見つけるのは。大したことはない。これからお前がする苦労に比べればな。ん？今度こそ人類とギアの血の歴史に完全なる決着をつけねばならない。となればお前はあのソルバッドガイに全てを話す必要があるだろう。そういうことか。100年以上も告白できずに過ごしてきた。正直怖いな。恨まれていればフレデリックとつながっていられると思ってきた。ちゃんと説明できるかな。修士論文よりは簡単なはずだ。論文に友達を失う覚悟は必要ないだろ。人類の歴史上最悪の滞在人と呼ばれるお前がこんな表情を見せる人間だと知ったら、人々はどう思うだろうな。うん、我々の死がなぜお前に種を託したのか分かったような気がする。私は多くの人命を奪った。人類の未来を救いたくてだ。今でもその考えが間違いだったとは思っていない。だが少なくとも運命は私に同意しなかった。こうなった以上全てをお前に託すほかない。慈悲なき啓示を止めてくれ。なんかが起こる。起こっちまう。俺はダメだ。このままじゃダメだ。世界自身が乱れている。間違いないのだな。そうだ、コロニーの住人は遥か遠方の異変に反応していた。それを聞いて安心した。どうやらそれがしの見立てと同じようだ。
勝率の対象が一つならば時間の問題はない。あとは賞をもって代をなせばいい。あの出前娘のおかげだな。出前娘？いや、なんでもない。時間稼ぎの件は引き受けた。頼んだ。さて、賞をもってとは言ったものの、あんたか、コロニーの皆を守ってくれてるってやつは。ウノはコロニーの住人だ。このチビに呼ばれてきた。コロニーの住人にしては健常に見えるが、一時期ここを離れていた連中には何の変化も起きていない。俺もその一人だ。医者の言っていた通りだな。あんたなら里の皆を助けられるのか。我が身に変えても。ついてきな。これは。ご神木だ。苗木の頃からここの住人が木を練り込んで育てた神聖な場所だ。イルリアの人間も入れない。こいつの霊力ならあんたの仕事を手伝えるんじゃねえか。なんと見事な。確かにこれならばそれがしの力を何倍にも増幅できる。ねえ、すごいでしょう。待ちな。よそもんにこの場所を預けるからには確認しておきたい。え？その昔、ジャスティスは俺たちジャパニーズを狙って攻撃を仕掛けた。あんたの国の同胞はそのとばっちりで大勢死んだ。ここの連中を助ける義理があるのか。義理か。この鎖はな、一つ一つ全て違う国で手に入れた。だが石の種類は全て同じ。遥か大昔にはたった一つだった眼界が、長い年月を経て様々な国へと散らばったという。それがしはそれを鎖でつなげた。再びこの兄弟たちが再会することがロマンだと。ロシア、モンゴル、イスラエル、中国、スペイン、アメリカ、そして今となってはどうしても入手がかなわぬ一つ、それをそこのメインにもらったのだ。日本。挨拶が遅れちまったな。俺はバイケン。剣には多少覚えがある。チビから話は聞いた。こいつはうさんくさい連中の計画だってな。だからあんたの背中は命に変えても俺が守る。Make sure you click the circle to subscribe to my YouTube gaming channel, and make sure you click the box to watch my previous uploads. Take care, and thanks again.